今回は割と大きめの歯切れです。こんにちは、うさんこです。こちらのポーチ作った時も歯切れ使いましたが、まだねだいぶあるんですよ。今回はファスナー使わないでこんな形のポーチ作りたいと思います。片面のり付きタイプのキルト芯に歯切れを並べてね縫い付けていきます。で、表布を作って裏布と重ねてこんな形のポーチにするんですよ。蓋のところは開いちゃうと思うのでリボンつけて、でボタンつけて蓋がね開かないようにします。材料はこちら、表布にするキルト芯、片面のり付きタイプです。あとは裏布、リボン、こんなにいりませんけどね。あとはボタン。キルト芯は 18cm×32cm です。18cm×32cm、 裏布も同じサイズです。で、リボンは 6cm ぐらい使うかな。そうそう、あと表布作るんでね歯切れいります。歯切れは適当に用意してください。リボンは今回使用するボタンが小さいのでちょっと細めにしてます。ボタンに合わせてリボン用意してください。こんな風に規則正しく斜めにねキルト芯に縫い合わせていく方法もあります。こちらは中心に縫い付けた後上下に縫い付けました。キルト芯に縫い付けていく際は歯切れを中表に合わせて縫い代を 0.7cm ぐらい取って縫い合わせていきます。縫い代必要なので幅が 3cm 以上あるものがおすすめです。さあ、まずはレイアウトして縫い合わせ方考えていきたいと思います。こんな感じに並べてみました。これでね縫い付けていきます。まずは上の部分縫い合わせます。で、帯状に布を縫い合わせて、で上と縫い合わせて開きます。忘れないようにねレイアウトカメラで撮っておきます。では上から縫っていきますかね。上の幅を合わせて縫っていきます。まずは端から中表に合わせてキルト芯と一緒に縫って開いて貼り付けていきます。その次にはこちらの隣にあるのを中表に合わせて縫って開きます。縫いやすいように余分な部分とかは切り落としてください。ルールはありません。この小さめの歯切れ、布くずって言ってもいいようなものはまた別の方法でポーチに仕立てたりもできます。小さくても捨てません。形を整えたらまず中表に合わせて縫って、縫い代はね開いても片側に倒してもいいので、それで端に合わせておいて隣の布を中表に重ねてキルト芯と一緒に縫います。ダダダダッと縫ってしまいます。で、今回使用しているのはこの片面のり付きのキルト芯です。このタイミングでアイロンでちょっとね貼り合わせておこうかなと思います。貼らなくてもこのまま縫っていってしまって最後に貼り付けても構いません。次の布も中表に重ねて布があるところまでを縫います。余分なところはカットして開いてアイロンをかけてキルト芯に貼り付けます。ちょっと幅が足りないところは布を足します。まずはね、中表に合わせてここの長さを足して縫って、で同じようにキルト芯に縫い付けていきます。アイロンで開いて貼り付けたら出来上がりです。あとは下の部分も基本的に同じです。ちょっとねこの幅がギリギリでした。ここの部分を縫い代にしたいと思います。結構ね布がギリギリだと思います。縫い代部分で調整してください。もう歯切れなのでね縫い代が 1cm とか 2cm とかじゃなくって、もうあるものを組み合わせて作っていく感じです。下の部分長い帯状にするので、ちょっとね青い布に足して長くして、で長さを揃えて上の部分と縫い合わせていきます。上の部分と中表に合わせて縫ってアイロンをかけて、すると表布が完成しました。布の大きさピシッと合わせてるわけじゃないので、ここ十字のようで十字じゃないんですけどね、これで正解です。あとはポーチに仕立てていきます。こんな形のポーチにしますよ。まずは蓋の部分にリボンを縫い付けていきます。だいたいリボン6センチぐらいにカットしました。上の蓋の中心に仮縫いしました。で裏布を中表に合わせます。袋口側に返し口を取って縫い代1センチでぐるりっと縫います。縫えたら角を切り落とします。角を切り落としたら縫い代のキルト芯をちょっとねこんな風に上っ面だけそぎ切りします。こうすると縫い代の部分のキルト芯が厚くならないで仕上がりが綺麗になります。まあざざっとねちょっとね切っときますよ。でね、これでもう表に返しちゃうことにしちゃいます。表に返したら角をしっかりと出します。この滑らか目打ちね、角出すのにとっても便利です。形をアイロンで整えます。表布が1ミリ出るぐらいに形を整えてください。最終形はこの形のポーチにしていきます。なので周囲をぐるっと縫うんですが、その前に袋口を縫います。縫えました。縫えたらちょっと蓋のところに1センチ弱ぐらい余裕を持たせて、9センチぐらいのところで折ります。周囲をぐるっと縫い押さえていきます。端から3ミリぐらいのところをちょっと縫い押さえてください。様子を見つつ2ミリにしてもいいし5ミリにしてもいいし、様子を見つつ縫ってくださいね。リボンの位置に合わせてボタンを縫い付けてください。できました。完成です。わーい、どうですかね。はぎれでできたと思えないくらい可愛くできてると思います。ちょっとね裏布見えてるところとかあるんですけど、気にしないで。ボタンにねリボンを引っ掛けて開け閉めするのがレトロな雰囲気で可愛いですよね。ここはねピシッとアイロンかけてもかけなくてもどっちでもいいです。だいたい大きさはね16センチぐらいかな。縫い代が1センチなので袋の深さはだいたい10センチぐらいですね。ちょっとね糸とか針とか入れたりするのにも可愛いかもしれません。なんかねレトロな雰囲気でいいですよね。間違いないので熱いものは入りませんけど、ボタンで閉じるポーチがレトロっぽくって可愛いです。皆さんも作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。うさんこチャンネルの Twitter、Instagram もあります。検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバーイ。